レブン島。レブン島は、北海道の北部、輪っか内の西方60キロメートルの日本海上に位置するレブン群レブン町に属する島。レブン水道を挟んで、リシュリ島の北西に位置する。冷涼な気候により、海抜0メートル地帯から200種類以上の鉱山植物が咲き乱れているため、別名花の浮島と呼ばれている。人口は2018年。 平成30年4月1日現在、2572人。アイヌ語では、沖の、島を表す、レプンシ、レプンサーと呼ばれ、日本語名はこの、レプン二次を当てたものである。アイヌ語研究者の山田秀三は、利尻島の沖にあるためついた名としている。日本最北端の友人島、北海道本土や北方領土を除く。 東西約7 9トル、南北約2 5 8トル、周囲約7 2トル。スコトン岬とカネダの岬の間に直径5トルの半円形の船止まり輪がある。最高地点はレブン岳、標高4 9 0ル。スコトン岬の北方約1トルには、トド島と呼ばれる小島がある。海色低標高の地であり、 高山性植物群落が見られ、地形は周氷が地形である。丘陵性地形の離島である。島の北部と南部に標高100メートル前後の第四期更新予の海岸段丘が見られる。集落は東海岸と北部、南部にまとまっており、西海岸には元地、上園内、西条泊、西上止まり、鉄府、鉄府の各集落がある。 中心集落である甲信、株価、カフカ、船泊まりをはじめ島の東海岸、北部は比較的開けている。島を縦断する車道は東海岸にあり、北部東部南部に通じているが、西海岸を縦断する道は車両の通行が不可能な林道のみとなっている。島のほぼ中央部分をレブン林道という未舗装の道が通っている。島の北部には、 クシ湖という淡水湖がある。白秋深大三季中心夜に、海底で堆積した砂岩や泥岩、火山岩の地層が見られる。また地蔵岩の周辺から1億1150万年前のアンモナイトの化石が見つかっており、深大三季中心夜の地層は、主に海底火山の残骸からで、スコトン岬や知床に露出が見られる。白亜紀の地層は、レブン岳を中心とした島のほぼ中心に露出し、 また桃岩は約千三百万年前のマグマが海底下で固結したものである。以上のことから、レブン島の形成場所は海底と考えられている。レブン島が南北に伸びているのは島の骨格を成す白亜紀の地層が南北に終局したためである。至るところに安山岩、玄武岩の中上節理が岩脈として現れている。また化石や岩、火石、 レブンメノーを数多く算出している。欠片の気候区分ではアカン体湿潤気候、DEF に属している。海洋性気候という立ち位置で、冬場は低、摂氏16度を下回らない代わりに、リマン海流の影響で日中でも気温が上がらず、最高気温は1月から2月で低、摂氏3度ほど。 2010年2月3日には最高気温が低く、摂氏12.5度という日中の冷え込みを記録している。西海岸は地形が険しく、また西からの強い季節風が年中吹きつけて気候が厳しいため、高い木の生えない高齢とした笹地が多い。気象庁過去の気象データより、鳥類はコマドリ、ノゴマ、ウグイス、エゾ潜入、島潜入がおり、 クシコ周辺にはアマサギ、オオジシギ、タゲリ、ヤツガシラなどが見られる時もある。海岸ではウミウ、ウミネコ、オオセグロカモメが生息している。哺乳類では、ヒグマやエゾシカ、キツネは生息しておらず、キツネの歴史については、歴史説で口実、日本イタチ、イニュシュ、シマリス、ヤチネズミ、トガリネズミ、コウモリが、島内には存在する。以前は、ヒグマ、エゾリス、 エゾモモンガ、ニホンイーズナ、ニホンカワウソ、ニホンアシカ、ヒレナガモンドウも生息していたが現在では絶滅し、レブン島はかつてのニホンアシカの生息地の一つで、縄文時代からニホンアシカの狩りが行われていたが、竹島以外での最後の記録はこの島での1974年、昭和49年の記録である。また、 ヒレナガゴンドウを対象とした狩猟が十二世紀頃まで行われていたが、この種が国内で出土しているのは、本島と千葉県のみである。現在、帰客類では、トドや、ゴマフアザラシなどが生息する。トドは、環境上により絶滅危惧種に指定されているが、漁業被害を考慮し、補殺が行われている。クジラ類も現在では滅多に見られなくなったが、ミンククジラ、ツチクジラ、 大木葉クジラ、シャチ、カマイルカ、イシイルカ、ネズミイルカなどは、自説確認され、シロイルカも、れにだが来有する。考古学上での発見や、捕獲記録から、捕鯨時代の以前は、コククジラや、セミクジラ、ザトウクジラ、ナガスクジラなどの大型種も、豊富だったと思われる。エゾアカガエル、ニホンザリガニも少数ながら現存する。ヘビは島内に生息していない。 新葉樹のほとんどはとどまつ。落葉公葉樹はだけかば、低標高では、海抜二十メートルから、ハイマツが見られる。草原には、千島マ熊井ザサが分布している。樹林花の笹は、根曲り岳と呼ばれるほど、大きくなり、伝うるしに覆われていることも多い。花類は、レブン草、レブン薄雪草、レブン厚森草、蝶の助草、双波草、レブン小桜、 レブン花の支部、千島風炉、レブンラマ松等が見られる。島の西部は、利尻霊文サロベツ国立公園の一部に指定されており、全体が自然系小地である。また、冷涼な気候のため、最高峰のレブンだけ、490メートルから島の西半分にかけては、レブン厚森素など、約300種類の鉱山植物が分布する。東部では、 レブン水道を挟み、向かいの利尻富士を眺める。これらの自然と海産物が主要な観光資源である。最北部、スコトン岬、スコトミ岬から西岸沿いを縦断するトレッキングコース、アイトロマンの8時間コースや、岬巡りコース、旧花の4時間コース、フラワーロードなどの鉱山植物を観察切るコースが整備されている。レブン滝などあまり人が訪れない。 継承地もあるが、それらの経路は、途中危険箇所が存在する場合もあるので、前日の各トレッキングコースを訪れる場合と同様に、地元地帯、レ文ン町や自然ガイドの発する情報、指示に従った十分な安全対策が必要である。南西部には、チリの港で述べた桃岩、地蔵岩に加え、猫岩といった奇岩や高山植物の群落を見られる。 継承地が点在しており、前述のスコトン岬などと並び、観光バスのルートに組み込まれることが多い。2007年に温泉、レブン島温泉の掘削に成功した。近年は船止まり湾など島の北端を中心に野生のアザラシが生息しており、一年中観察することができる。とど島、アシカ島、とど島名の由来となったトドも、捕獲圧のために数は、 少ないが、稀に現れる。レブン島には、富士見が、丘スキー場、クシコハンスキー場の2カ所スキー場がある。このうちクシコハンスキー場は、日本最北端のスキー場であり、クシコは日本が、実効支配している地域では最北端の湖でり、湖畔に、キャンプ場が整備されている。島内の、各漁港のテトラポッドでは、黒添い、カヤカジカアイナメ島が釣れる。 レブン空港2009年平成21年4月9日より2021年平成33年3月31日まで運用休止。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。